皆さんこんにちは。今回は MSFS の Bing マップを最新のものにすることができるマップエンハンスメントというモッドを紹介していきたいと思います。 MSFS では Bing マップを表示していますが、現在使用されているマップは古いものとなっていて、都市部なども緑かかった色味になっているところがあります。ですが今回のマップエンハンスメントを使用し、最新の Bing マップデータにすることで現在の衛星画像に更新されます。品質の方も過去のデータよりは向上するので、エリアによっては見た目も大きく変化します。まずは現在のマップデータと最新のマップデータですね、こちらの方を比較してみましたのでご紹介していきたいと思います。後半には導入方法もお伝えしていますので参考になればと思います。それでは本日もやっていきたいと思います。ぜひ最後までごゆっくりとお楽しみください。はい、まずはじめに最新の Bing マップがどうなっているか見てみたいと思います。一つ目の比較するエリアは農地だったり畑が多い北海道エリアですね。まず帯広周辺を見ていきたいと思います。こう見るとマップではですね、割と明るめな畑などがですね、衛星画像で提供されています。この辺りがですね、 MSFS を起動させてどうなっているか見ていきたいと思います。まず帯広空港から帯広市内の方向に地表の方が見やすいように、だいたい3000フィートぐらいで飛行していきたいと思います。現在コックピットの方からもですね、少し色味の方が明るくなっているのがわかると思います。様々な視点から比較していきたいと思います。画面の左側が、最新の Bing マップデータになります。このようにですね、比べると北海道エリアはですね、他の国内のエリアより一目瞭然で違いが出てきました。畑の色であったり、また道路の方もですね、よりはっきりとした見栄えになっています。この2つの Bing マップデータですが、データが古いというのもあるんですが、衛星画像を撮影した時期によってもですね、少し変わってくると思います。前方の方にはですね、帯広市内も見えてきました。あくまでも変わるのはマップデータのみになるので、建物などのオブジェクトは変わりません。ですが最新の Bing データの方のが詳細化されているように見えます。またフレームレートに関してはですね、最新の Bing マップデータに置き換えているだけなので、元の Bing マップデータとほとんど変わりはありませんでした。もうここまで来ると前作のシリーズとは違って、この2つのデータどちらでもリアルなので、本当に好みで選んでもいいのかもしれませんね。ちなみにこのマップエンハンスメントではインストール後アプリの方で再度の調整などもできるようになっています。着陸間際などアプローチに関してはコックピットから見る景色もまた少し変わって楽しめそうですね。地表部分は全て最新のデータにロードされるので、このように山岳部もより自然な色合いに変更されています。日本のみならず海外もですね、最新の Bing マップデータにしていれば綺麗な土地を見に行くことができます。続いてはですね、都市部の方も比較していきたいと思います。今現在はですね、千葉県の市川市上空あたりなんですが、東京は日本アップデートの時にとてもリアルになったんですが、アップデートされなかったエリアでは広範囲にこちらも緑がかった地表となっていました。で今ですね、こう比べていただくと導入前と導入後だとですね、東京も結構変わります。最新の Bing マップデータだとより自然な色合いになっていて、こちらも見栄えは改善され詳細化された印象はありました。元の Bing マップデータでは荒かった河川敷の再現であったり、鉄道の線路などもですね、古いマップデータよりは綺麗になっているのが伺えます。わかりやすいのが鉄道の電車区で比較するとこのように実感的な再現度となっています。こちらは隅田川の貨物ターミナルですね。もう一つが田端にある東京新幹線車両センターになります。更新した方ははっきりとした写りになっています。
このように見ると日本アップデートで追加された部分と境目の方も分かりにくくなります。今後リリース予定の MSFS2024 ではおそらく最新の Bing マップデータになるのではないかと期待しています。もう間もなくですね、池袋の上空を通過するところなんですが、続いてはマップエンハンスメントの導入方法を解説していきたいと思います。インストーラー形式で簡単に導入することができるようになります。まずはこちらの GitHub よりエンハンスメントをダウンロードします。上から2番目の MSFS2020 マップエンハンスメントセットアップ、現在の最新のバージョン 7.6.1 をダウンロードします。こちらの URL の方は概要欄に載せておきます。ダウンロードしたインストーラーを起動していきます。ここでは管理者として実行はせずにダブルクリックをしていきます。インストールするフォルダーを聞かれるので指定していきます。今回は元から記載されていたこちらにインストールしたいと思います。セットアップが終わったら完了を押します。この後アプリが立ち上がるので少し設定していきます。今回最新の Bing マップにするにあたっては設定項目も本当に少ないので簡単に導入できると思います。まずセレクトマップより Bing マップレイテストを選択します。その後歯車マークからオプションへ進みます。ゲームストアのところにマイクロソフトストアか Steam を選択します。ゲームストアを選択すると上部のスタート MSFS オンモッドスタートと書かれたところにチェックが入ります。これでこのモッドのホーム画面からスタートボタンを押すと MSFS も自動的に起動します。はい、続いてその下ですね、マップオプションズを開きます。このオプションの HiLOD Enable と書かれたところですね、これにチェックを入れると HD 画像がロードされるので高い精細度になります。ここで一つ注意するポイントがあります。この項目にチェックを入れているとご自宅のインターネットデータに毎月の制限がある場合ですね、通常より早く月のデータ量の上限に達してしまうことがあるということです。そのため月額でデータ量の制限をされている方はここのチェックは外すことをお勧めします。次にこの下のロードハイ LOD イメージスオンリーウェンフライングはチェックを外しておきました。ここから下はですねデフォルトのままで特に問題はないんですが、キャッシュオプションではエネーブルキャッシュにチェックを入れて推奨される 10GB にしておきます。これで設定の方は以上となります。また先ほどお話しした地面のテクスチャの色ですね、こちらの変更も可能になっています。結構細かくなりそうなのでこちらの方は特にいじらなくても大丈夫かと思います。もし変更した場合ですね、元に戻す場合はこのリセットボタンを押せばデフォルトに戻ります。はい、それではモッドから起動させていきたいと思います。左上のホームボタンを押してこのスタートを押すと MSFS が同時に起動し最新の Bing データが反映されます。もしですね今現在の古い Bing マップデータに戻す場合はこのホーム画面がスタートと表示になっていて元が起動していないことを確認します。その後先ほどのオプションページからスタート MS オンモッドスタートのチェックを外して MSFS だけで起動させれば元の Bing データに戻ります。最後に MSFS 側の設定になりますが、オプションからジェネラルオプションへ行き、データのページに行きます。ここでは Bing データワールドグラフィックスがオンになっていることを確認し、ローリングキャッシュがオンの場合はキャッシュをデリートして最後にオフにして保存します。これで SIM 側の設定も全て終了となります。あとはワールドマップから飛びたい地域を選択する形になります。
本日は Bing マップを最新のものへ更新できる Bing マップエンハンスメントモッドを紹介してきました。あらゆるエリアで変化を見ることができて、さらに質感も向上するので、気になる方はぜひ導入してみてはいかがでしょうか。今後も MSFS について様々な情報をお伝えしていきますので、気に入っていただけましたらチャンネル登録と X のフォローの方もお待ちしています。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。